ヨズガトはトルコのヨズガト県に位置する都市、ない市、それを中核とする行政区、同県の県都である。ヨズガト行政区の人口は113,614人で、うち73,835人が市内に在住する。この地域における行政の中心であったタビウムがスタレルと地元の名士であったジャパノールにより新しく都市が建設された。この町は、 母族と呼ばれ、1398年にヨズガトを併合、1911年頃にはオスマン帝国アンカラ県産下の三着の中心となった。市内には赤の占領とも部屋の市場があった。土壌が大変肥沃なため、一帯では馬やラクダが放牧された。 首都アンカラの東1 7 0トルアンカラから水バスに至る峡谷を見下ろす、標高線3 3 5ル地点に位置する。アナトリア半島の大部分と同じく森林は数千年にわたる開墾で伐採された。この結果として気候が厳しくなったため、トルコ政府は植林事業を推進している。様々な松が自生する、ヨズガと松林国立公園がある。 気候は内陸性の大陸性気候。夏は乾燥して暑く、冬は寒い。夏には最高気温が摂氏30度を超える日もザラだが、冬には低く摂氏20度まで落ち込むこともある。1908年地区の時計塔とチャパノール家によって建てられたチャパノールモスクが市内の主な観光名所である。ありがとうございます。